いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、夏を刺激するメロンソーダテイストのストロング。2019年7月2日に全国発売したキリンビールよりキリンザストロングシリーズよりキリンザストロングメロンソーダサワー。こちらを期間限定でご紹介したいと思います。こちらはお客様の記憶にある懐かしいメロンソーダのみずみずしい爽快な味わいを表現した夏にぴったりの美味しさです。好調なキリンザストロングシリーズから新しいフレーバーを展開し、助長するストロングチューハイ市場のさらなる活性化を図ります。中身はメロンソーダをイメージした爽快な甘さとストロングらしい飲み応えの感じる味わいです。パッケージはこの鮮やかな緑のカラーリングにメロンソーダという文字と強い爽快感を表現し、メロンソーダのイラストと清獣キリンストロングのロゴを堂々と配したデザインとなっております。こちらアルコール度数は 9% という商品ですね。お酒です。20歳になってからだぞ。無果汁ですね。そして妊娠中や受注期の飲酒は乳児胎児に発育に悪影響を当たる恐れがあります。飲酒は20歳になってからです。ウォッカですね。 350ml となっております。そしてカロリーは 53kcal、 炭水化物は 0.1 から 0.8g となっております。はい、では開けていきたいと思います。問題は色なんだよね。何色なんだろうな。黄緑色、ちょっと薄い黄色みたいな。いただきます。確かにこれ甘っ。あのね、もちろんあの甘いって言ってもあのやっぱお酒なんで苦味はありますよ。ただストロングアルコールってもう苦いってイメージがかなり強い。でもこれはあのストロングチューハイ、としては飲みやすいと思います。とにかく甘いからね。炭酸も強いし、すごい酸ですかね。まあ熱くはないですけど甘い。まあ炭酸が強いっていうのもあるでしょうからいいんでしょうけど、ストロングに甘さって必要なのかっていうふうな疑問も抱いてくる感じですね。要はだから甘いチューハイでちょっとアルコールをがっつり飲みたいなっていう人におすすめですね。はい、ぜひ。お酒は何度も言うようだけど二十歳からだぞ。はい、この動画が面白いなためになるなって方はぜひチャンネル登録高評価、関連動画も見てくれればうわた喜びます。ためになんなくても高評価を押すんだぞ。ではじゃあね。